ミーツ・ザ・ライジング・ソン。マーチが日本の曲を全部ロックだと言い切るこのコーナー、今回もこんなにおはがきが来ております。ペドロ&カプリシャスの5番街のマリエはロックじゃないと思うんですが、どうでしょうっていうことなんですけど、どうでしょう。どう聞いてもロックでしょう。いやいやいや、どう聞いてもロックだよ。久しぶりに来られてまだこんなこと言ってるんですよ。何の本だよ。5番街へ行ったならばマリーの家行き。さすがにどう聞いてもロックとはちょっと違いますよね。故郷のお母さん思い出してます。みんな鈍い鈍い鈍い、知ってると思ってたけど鈍い。鈍い、パッと聞いてみよう。このコーナーも徐々に変化していくことが。それマリリン・マンソンだよ。深夜がドラムで飛び入り参戦、ロック街のマリーへ。納得した。いいじゃないいいじゃない。深夜さんはどうでした？いや気持ちよかったね。やべロックになるねやっぱりね。そうだよね。いやロックになるんじゃなくて元々ロックなんでしょ？元々ロックだよね。元々ロックだよ。ちょっと違う方向ですね。いやでもやっぱりさすが普段一緒に演奏されてるだけ息ぴったりでしたね。いかがでした？ね本当に息ぴったりでね。でもねやっぱこういうのを見てるとどうしても気になるのがぶっちゃけ。どうなんすかねっていう、どっちが頼れる男かっていうのがね。あまあでも二人ともいいところで出しちゃったからね今ね。ほら俺なんだよね。いやいやいや、僕だよ。合わせてセッションしてる場合じゃないから。そうそうそう、ね、やっぱりねこういうことでね次のコーナーで決着をつけてもらいましょう。の仲良くて気が来ております。ペドロ&カプリシャスの5番街のマリエはロックじゃないと思うんですが、どうでしょうっていうことなんですけど、どうでしょう。どう聞いてもロックでしょう。いやいやいや、聞いてもらったよ。久しぶりに来られてまだこんなこと言ってるんですよ。五番街へ行ったならばマリーの家行き。
すがにどう聞いても違う、ロックとはちょっと違いますよね。故郷のお母さん思い出してます。みんな鈍い鈍いしてると思ってたけど鈍い。あらら、聞いてみよう。このコーナーも徐々に変化していくこと。それマレーマンスだよ。ええー、深夜がドラムで飛び入り参戦、ロック街のマリー。